はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4都道府県元千葉県プレイ続きをやっていきましょう。北の近い、宮城岩城岩城じゃない岩手ですね、青秋田青森北海道といったところと戦争中です。で、まあ、今回もね当然その続きになるんですが、追加でちょっとね軍を出していきましょう。温存していた部隊も投入します、まあ、とにかくねこの戦争中にどれだけ消耗しないで、国力を温存しながら戦っていけるかっていうのがかなり重要なポイントになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、そのあたりを意識しながらですねしっかりとやっていきましょう。で、まあ、この先ね、まあ、正直言うと、併合するつもりはないんですが、作れるだけ、作っておきたいと。物資を。なので、ここは、手に入れた土地を有効活用していきます。で、もう全然鉄が足りないね。鉄が全然足りないんで鉄を大量に輸入する。ちょっと待ってね、今さどっかに強襲上陸かけられてないか。強襲上陸の話が来た気がする。岡田君の耐久が低下してるのか。どこだ、ここか。空母がやられる。敵戦艦がいるのか。BB は戦艦ですもんね。まあ、一旦ドック入りだね。しょうがないね。いや、青森なかなか強いね。そう考えると、艦隊が。で、海軍戦力のをちょっと見ておくと、第3空母艦隊のうち第1空母艦隊がやられてるのか。ちょっと制空権、制海権見ておきますか。まあ制海権はまあ一応取れてるっちゃ取れてるんだな。制空権はどうなってる。制空権は場所によりけりだね。ちょっと厳しいところはきつそうだな。宮城上空とかは容易には取れてなさそうな感じですね。まあさすがに陣営同士の戦いなんで長期戦になりそうな、そんな予感です。群馬帝国がもうちょっと張り切ってほしいよね。秋田の戦線もちょっと膠着状態か。かといって投入できる戦力ももうあまり残ってないので、まあ、ちょっとね現有戦力で頑張るしかないんですが、戦争への貢献度群馬がじわりじわりと38まで上げてきてますね。まあ宮城っていうきついところと戦ってる以上ちょっとしょうがないはしょうがないんですけど、あとはもう制空権、制海権両方取って強襲上陸したり落下傘落としたりっていうところになるのかな。まあ秋田の方は順調に順調にというところで伸ばしてってるね。戦争への貢献度が本当に重要なんで、ここで群馬の先を走ってないといけないんですよね。じゃあちょっとこのまま進めていきましょう。
はい。そしたらちょっと宮城が思ったより早く降伏してきましたね。宮城がここまで早く、降伏してくるとは思わなかったというのもあって、強襲上陸を気仙沼に向けてかけようとしていたんですが、その必要性がどうもなくなりましたね。なので、ちょっと戦線を引き直しましょう、一旦すべて。で、強襲上陸をかける場所もちょっと考え直す必要があるかなというところなので、ちょっとそのあたりも含めて、ちょっと見直しをします。まず、秋田方面も、群馬がかなり苦戦してそうなんで、師団をね、送っていきましょう。で、海岸沿いは特に重点的にというところですかね。で、あとは岩手の国境沿いに部隊を展開。じわじわと追い詰めていきます。で、あまり部隊数展開してもこの辺りちょっとインフラのレベル確認してないですけど、すごくいいとはちょっと思えないので、部隊数とか配備する数とかは、補給の状況とかを見ながらね、最終決定はしていきたいなというふうに思います。岩手もね、この調子でサクサクサクーっと行ってくれるといいなとは思うんですが。宮城一進一退だからちょっと時間かかるかなというのが、もう僕の正直な感想だったんですけど、思ったより全然早かったですね。なので、強襲上陸はまた別のルートを、頼ってというかね、狙っていきましょう。で、そのための、一つは、制海権が欲しいんですけど、ちょっと今、修理中に入ってて、制海権が取れるような艦隊の状況ではなさそうですね。今動けるのは、第2艦隊だけ？第2艦隊も、今、ドック入りだね。第3艦隊もドック入り。しょうがない、ちょっと待ちましょう。まずは岩手をね、陸路からじゃあ攻めていきます。宮城が地味に領地を取り戻しつつあるのは何なの？脱落してるはずだけど、この辺りは粉砕していきましょう。なので、次の目的は盛岡になりますかね。いやー、宮城県が地味になんかちょっと盛り返してきてるのが気に入らないな。今軍のね、戦線の引き出しをしたんで、今軍が移動中というのはあるんですけど、その隙を縫って一気に敵が、宮城県が地味に領地を獲得しつつあるんで、これはね、問題なく駆逐できると思います。軍の再編終わって、戦闘計画が達したらですけどね。あとは、あれだね、航空隊もちょっと配備し直す必要があるな。それと、あと戦争への貢献度、どうなってる？千葉63、群馬33。ダブルスコア出してるけど、群馬帝国の力、半端じゃないんで、この北の地下への勢力のほぼ全てを手中に収めるぐらいの、ものがないと心配ですよね。原子力。
ではちょっとまたここからね、時間を進めていっちゃいたいと思います。はい、ではちょっとね、苦戦してるようなんですが、まずですね、まあ、原子力の研究をして、まあ、言ってみれば、核の開発を始めようかなというふうに思ってますというので、まあ、この核による攻撃抑止力含めたものをですね、ちょっと使っていける準備をしていきます。ご覧の通り、ちょっと戦線押されてます、今。宮城攻略、降伏させたはずなんですけど、まあ、息を吹き返しつつあるね、というところと、秋田の方の戦線も少し戦線を、まあ、押し戻されつつあるという、あまりよろしくない状況なので、まあ、やっぱり核の開発を急ぎましょう、というふうに考えています。というわけで、じゃあ今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。